はい、どうもです。スーパーファミコン大好き親父でございます。今日のスーパーファミコン30周年記念のプレイゲームはこちらです。ヒューマンから出してます、出てます、名作ザ・ファイアーマンです。こちらやっていこうと思います。よろしくお願いします。親父パワー注入。これはね、面白いです。これは面白いやつです。今回ちょっと電気を消してみました。スタートしたいと思います。まあ、火災を沈める消防隊のゲームでございます。文明は進んだと言っても、今より少しだけ人の生活が楽になった程度である。そんなニューヨークの夜、間違えた、ニューヨークの冬。私これ英語を読んでおります。化学薬品の製造するメトロテック社では、クリスマスパーティーが開かれていた。英語を読んでいます。午後6時、パーティーも終わりかけた頃、厨房から火が出ました。火はすぐさま建物全体に広がり、あっという間に大火事になってしまった。そうだったのか。通報を受けたデイ地区の消防署では大至急消防隊を向かわせた。その中のピートとダニエルは、ダニエルさん、数々の火災と戦ってきたゴールデンコンビである。ピートは電池区消防署第一小隊のリーダーであり、彼のチームは彼を含めて5人編成となっているゴレンジャーである。まず放水員のピート、そしてピートの補助員であるダニエルさん、捜査員のマックス、ウォルター、最後に唯一の女性記録員のウィノナである。現場に着くと彼らは会社の管理者に話を聞いた。その話によると、会社の地下室に開発中の MDL という薬品がある。その薬品に引火すると大爆発を起こすというのだ。これは危険だ。ピートらは二手に分かれ MDL 回収に向かうことにした。ピートとダニエルは、ダニエルさん、東口のケミカルプラント側から途中するのであった。もう分からない、私英語分からない。ゲーム、これゲーム始まったのか。スタートしなくてもゲーム始まったのか。ポーズが効くね。始まってるね、これね。他の招待は遅れる。ダニエルさんどれ、ダニエルさんどれ、これダニエルさん、ダニー、行くぞ。あ、まあ、あ、じゃあ、はい、じゃあゲーム始めていこうと思います。A ボタンがですね、伏せます。 B ボタンが近場の消火です。Y ボタンは遠くに消火します。で、さっきの X ボタンがボムです。もうボム2発使ったんでなくなりました。要はあの消火器のあれですね、まあ、要は火災をこう止めていくんでしょうね。あ、こういうところまで消えるんですね。下の消火はこんな感じです。そうか、強い火にはこれで倒し、確かこれ固定できたな。固定できましたね。で、地面の火はこれで消すんですね。その場固定がないかな。ダメだ、ドアロックがかかっていて開かない。私が壊してたのか、ガラスを。これね、操作性もいいんですよ、なかなか。教えてくれるな、ダニエルさんは。ダニエルさん、行く方向に教えてくれるんだね。あ、なんだこれ、なんか入ってもない。
して逃げ遅れてる人を救出するのだ。生命反応があります、生命反応があります、生命反応が大きくなっております。生命反応はこっちだな。時間はいました、生命反応がいました。これ間違えてこれ伏せるな。バカ野郎ダニエル、わしの美味しいところを取るんじゃない。なんかマリオみたいな。何パーティールームにマックス、マックス、マックスは分かったけどウォルターが分かんない。っていうかどんどん話を進めるんじゃないダニエル。私の見せ場なんだぞ。私が唯一の見せ場なんだぞ。ダニエル、貴様が私のライバルか。あ、まだ向こう燃えとる。やばい、なんか煙が出ていく。これ結局全部消すのかな。そこら辺が私にはわからない。あ、トイレだ。トイレ行くじゃん。ウィン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 。これね、なかなかプレミアついてんのよ。4,000〜5,000円ぐらいしてるかな、裸でも。どけダニエル。あ、ちょっと残ってる。火はね、バカにしちゃいかんぞ。一応マップがあるね、こう見るとね。よし、赤いところはいけないのかな。あ、矢印が出ておりますね。ダニー、何ロボットがいる。来た、ロボットが、ちょっとロボット出させてくれ。よし、下も燃えてたな。これフライト。ロボットが。あ、食らった。結構当たり判定がそんなないんだな、このゲーム。当たってるつもりが当たってなかったりするから。よし、どんどん行こう。どんどん行くぞ。タイムがあるんだね。タイムがあると考えると全部消す必要ないのかな。ボムが手に入ったぞ。で、こっからマップが一応あるから左下から行けるようになってるんだけど、ここから入れるようになってるね。でも行けないのかな。あ、こういうことか。ちょっとだけ残るとき嫌だな。でんでんでんで、お、やっとか。15分、15分はもう持たないぞ。15分は持たない。ダニー、ダニー、もう少し効率よくやってくれ。よし、これで赤いところに行けるぞ。
時間いっぱいまで人を助ける、それが私なのだ。ガラス回っていく、ガラス回っていくぞ、それが私なのだ。あれ、ここはどこだ。ここに火はないぞ。あれ、これまたちょっと違うとこなの。ん、あ、こっちに行けるんだね。ゴーゴーゴー。あ、そういうことか。そこで初めてしゃがみね。これ消えないんだ。おおほほほ、おお、危ない、私危ない。ん、あ、ここはこっちから行けるだけか。で、左右に行くと、今どこだ。ダニエルさん、エメリールを取りに行く。後から援護してくれ。貴様はなんで美味しいところを取ろうとするんだ。すぐ、それはリーダーの私に美味しいところを取らせてくれ。どこ行った、ダニエル。どこ行った、ダニエル。どこ行ったんだ、ダニエル。行き過ぎてないか、ダニエル。ダニエル、もうここまでいいのか、お前。貴様この野郎、ちくしょうめ、しょうがねえな。マジか、ボスか。あ、そういうこと、そんな聞いてない、聞いてないよ。こっちは固定して打ってるんだから。初めてボスまで来たの。これも飛んでくるから、ね、そうだ、ボムだ。え、私初めてボス来た。タイムは、タイムとタイムも見ながらやらないといけない。こっちか、こっちか。ダニエル、あとはやってくれ。こっちか、こっちっぽいな。そう、しかも時間がない。こっちっぽいね。お、倒したぞ。体力もないしタイムもないけど倒したぞ。初めてクリアした一面。面白いんだけどよく分かんなかったからさ。これプニさんにやってほしいな、ライブ配信で。分かった、ダニ行くぞ。ということで、もう時間がちょっといい感じなんでね、ここで終わらしたい、終わりにしたいと思います。電気オン。これ電気つけた時にどうなってんだろう。まあ以上でございました。今日はね、ヒューマンから出ました、ザ・フリーダム・マン。こちらを遊んでみました。ちょっとお値段高いんでね、おいそれと買える金額ではないんですけど、もし安く見かけるようであればね、こちらもなかなか面白いんでね、やってみたらどうでしょうか。スーパーミコン大好きおやじでした。コンティニュー。